長沢芦雪は奇想の画家として知られてますけども、丸山応挙に弟子入りした当初っていうのは師匠の画風を結構忠実にコピーしてたんですね。いわゆる写実的な絵画っていうのを心がけてたんですよ。それが非常によくわかるのがこの虎図になります。この虎の描き方っていうのは丸山応挙の描き方と非常によく似てて、特にね、毛の描き方、毛描きなんかが非常にそっくりですね。なんなら全体的なバランスで言うと師匠よりも男前にかけてんちゃうかなと思えるぐらいの非常に高い技量を感じるのがこちらの作品になります。こっから徐々に丸山の型を破っていって自分のカラーを出していくっていう変化を見るのが長沢芦雪の作品を見る上では非常に面白いですね。